で東京40マイル。ふと 435X の走行性能の特徴はっていきなり聞いたら、武田さんたった40秒で分かりやすく説明してくれました。プロの解説すげえ。はい、この435の特徴なんですけれども、こちらのタイヤが前輪2つ、後輪2つ、4輪回るようになってまして、優れているのはまず浮反能力ですね。最大で35度の傾斜も上ることができるようになってます。でそれに加えて、ここの後ろの部分が、ちょっとここ見ていただくとですね、この右にこう傾いているのが分かると思うんですけれども、これで例えば斜面もやっぱり平らじゃなくて凸凹とかあったりするときに地面に追従できるようになってるんですね。この部分が動くことで安定して地面に駆動をできるようになっているというところが優れていますね。じゃあ次行きましょう。少し巻きで行きましょう。はい、柴馬鹿さんかな、はい、じゃあ柴馬鹿さん、毎日稼働しているイメージなので歯の切れ味が気になります。歯研ぎ交換頻度コスト等知りたいです。よろしくお願いしますということでございますけど、歯の交換、これはどなた行きますか。斉藤さん。はい、替え歯を交換する頻度の話なんですけど、抗体吸盤の場合は、しばちであれば約3ヶ月持つって言われてます。基本的にはその歯研ぎっていうところなんですけど、マイルさんも以前されたっていう話はこの間聞きましたけど歯研ぎ自体が、NG かといえば、まあ、そうではないと思うんですよ。やっぱ刃物なんで。ただ何が NG かといえば、その歯を固定してる、ボルト、それが一度使ったら、再利用できないようなボルトを使用してます。なので必ず、ナイフと、ボルトはワンセットで交換してくださいっていうふうに、表記になってますんで気をつけてください。歯は研いだとしても外してしまうと再利用できないので、すぐ緩みが出てきてナイフが飛んだり、そういう事故の方に結びつく可能性もあるので、必ずナイフと、ボルトはワンセットで交換していただくようにお願いします。ボルトね、ボルトはあれだから締め付けると変形して固定するみたいにキュッとこう締まるような、潰れる感じだと思いますね。だから再利用不可能な、だからあれなんですよね。歯に必ずあれがボルトがちゃんと放水分ついてる、はい、今ちょっと現物を、はい、何でもここで現物が出てきます。素敵ですよ、はい、で今売られてる、抗体吸盤っていうのが、まあ、定価で税込みの4356円で、うん、まあ、当ショップではこれで販売させてもらってます。で必ず替え歯とこのボルトがついてくるので、歯を交換される際はボルトとナイフをワンセットで交換してください。あれですよね、4000いくらで確か2セット入ってますね。はい、そうですね。そうですよね。2回分ですね。2回分だから3回、まあ通常使用結構普通に使ったとして3ヶ月に1回とすると、だいたい1シーズン分ぐらいって感じですね。ね、あとは、一応ハスクバーナーのマークがついてる方が見えるように固定してください、うん、はい、このボルトは、うん、一度こう締め込むともうこのピッチが潰れるような感覚なのかなと、うんうん、必ずこれはワンセットで、うん、新しいもので、そっか、はい、先端部がネジ状のところで食い込んでロックされて、はい、でこれがフリーにそこスライドするようになるんですね。そうですね、こう、まあ、こう動く感じですね。うん、そうですね。だからそこの機能が再利用なんかしちゃうと一見止まったようにあっても緩みがすぐ出てきて、これがいつの間にか抜けてしまえば歯がどっかに飛んでいく、飛んでいく、ということが起こっちゃう、はい、だから大事なのはあれですね、歯というかこっちのね、こっちですね、このボルトの方ですね。ボルトを必ず新品を使うので、はい、ちゃんとなぜかというと変形してロックするようになっているから再利用が不可能、はい、でこれこのボルトそのものがセンター取りできるので、まず穴位置がこう、はいはい、狙いやすいようになってます、うん、で入れていただいて締め込んでいただいてロックすると、ということでこれがセットでなって、必ず歯とセットになっているという、はい、
はい、わかりました。はい、お願いします。ノーマルグレードは9枚パックですね。9枚入り、9枚入り、はい。で、交代級は6枚入り。これあれですよね、交代級が305に標準装備のやつで、交代級が305に標準装備、はい、で、この、通常の刃の右側のやつがこれ105標準ですか。105はノーマルグレード。ノーマルグレードですね。いや、これね、ほら違いがあるって知らなくて、言われてみればこれ刃のね、あの丸い穴が開いてるのと、あとこっちはスライド、さっきあの先端部が固定されて刃自体が伸びたり縮んだりできる、これ違うんですね、うん、エッジの部分が、交代級ブレードの方は4つの角が切れ味、切れるようになってるんですね。あ、従来のノーマルブレードは、2つの角が切れるようになってて、あ、本当だ、固定側と、あ、本当ですね、違いますね。で、交代級の方が、遠心力でちょっと裏表、ちょっとひっくり返りながら、4つ角を使って切っていくので切れ味が長持ちしますよっていうのが。ああ、今分かった、うん、そっか、向きも変わるってことで、回転して、あ、だから交代級ってそもそも刃の数が違うのと一緒で、そうです、あ、それ面白い、それ今知りましたよ、もう一つは、この交代級の方はこの穴の部分が長穴になってまして、はい、このボルトで止めてこの長穴の部分を刃をスライドして右に左に行ったりするんで、例えば硬いものに当たったりした時に、従来のノーマルグレードは穴が一つなんで、左右にしか逃げられないんですよね。そうですよね。パッチンとこう引っかかった時に、逃げることはあるんですけれども、穴が手で固定されているので、左右にしかぶれない、でこれは前後にもぶれるので、内側にコンと引っ込むっていうことで、ショックを吸収しやすいんですよね。なるほど、これすごい進化ですね。分かって、今刃の意味も分かりました。確かに2枚で片側にだけついてるのと、こっちは全体ついていて、でくるっと向きも変わったりしながら、だから、あ、だからロングライフでいける、切れ味結構長くいけるって。で、価格もそれなりに違うんです。違いますよね。でも6枚しかないのと9枚、そうですよね。だから9枚で、はい、で多分こっちのノーマルは確か2ヶ月推奨でしたっけ。そうです、はい、だから結果的にはこのキット自体は、まあ、大体シーズン、まあ、半年分っていうような感じなんですね、はい、面白い。これ逆にあれですか、こっちのノーマルブレードの方が優れてるってことはある？場所による、場所によると思います。例えば装置、まあ、草刈り、草、草渋の強いところなんかは交代機と、ちょっと珍しいケースで言うと、クローバーを、庭に生やして買い出してらっしゃるお客さんも一部いらっしゃるんですね、はい、芝生じゃなくてクローバーも、でクローバーってマメ科で水分が非常に多くて粘るんで、はい、そういったのを仮に交代級ブレードで使った時に、ここの長穴になってる部分が、内側がやっぱりサビが出やすくなって、葉の汁、粘性の汁が出たりする。だからやっぱり主に雑草っていうかな、芝以外のものが入ってる時、芝以外の割合が多いような場所では、逆に交代級だと刃の前後の動き、左右の動きが渋くなる時がありました。なるほど。ですので、あとはこの長穴の内側に、ちょっと雑草って伸びるのが芝よりも早かったりするので、刈った草のカスがちょっとやっぱり、はい、みたいな感じで詰まっちゃったりとか、いうことが あったんですね。芝生をやってるんだったら、そういうことめってないんですけど。ですから雑草の割合が多いような場所、本来の用途の芝刈りよりもこの芝草装置、そういった場所を主に刈られるっていうお客様の中にいらっしゃるので、そういったお客様は逆にノーマルブレードの方がそういったことは起きにくい、だからつまりスライドがあれですよね、できなくなっちゃうと刃が引っ込んだまま出てこなくなっちゃったりとか、そういうことになっちゃうね。そうです。ディスク、貼り付けてる円盤は回ってるんですけど、その円盤から刃が出てこないために、実際は円盤が回ってるだけで、刃が引っ込んだまま出てこない、もう草が生えなくなっちゃう。なるほど。だからノーマルブレードの場合はもう強制的に常に刃が出てて左右に触れてるっていう、でこっちの場合は引っ込んだりとか入れ替わったりとかしながら回転して動いて、フリーに動いてるって、それが雑草とかだと止まっちゃうというか、いろんなものがあれですよ、汁だったり挟まったりとか でこのスライドしなくなると、つまり刃が動かないわけだから枯れなくなっちゃうんですね。
あ、だからそういうところでやるんだったらむしろノーマルブレードの方が向いてるよってことなんで、常に刃が出てる。そうですね。なるほど。例外的にはノーマルブレード、はい、そういった、まあ、芝生以外の用途で使われる場合は、逆にノーマルブレードの方が適している場合もあるには、だから本当に綺麗にしてるお庭とかじゃなくて、なんかこう土手の管理とかそういうのやってるところだったら、こちらのノーマルブレードの方が向いてる場合があるありますね、はい、ただお好みですね。お好み、最終的にはまあ、どちらか選んでくださいっていう、これあれノーマルと値段はちょっと違うんですね、やっぱり。今テーマベースで言うと、ノーマルグレードはこの9枚セットのパッケージで、税別で3,770円なんです。税込みでこのぐらい。9枚でですから、はい、1枚300円弱でしょうかね。はい、で、6枚入りの抗体器グレードは、3960円税別。なので、若干1枚あたり600円弱。若干ちょっとまあ前までいかないですけど、値段価格差もありますね。ありますね。ただその耐久性自体はやっぱり3倍以上持ちますんで、2倍以上3倍以上っていうふうに言ってるのが抗体球ブレードで、いや今は分かりました。それまでほら結局抗体球しか扱ってないから、だからなんか素材が違うのかなとか思ってたんですけど、ちょっと構造が違うんですね。いやすごい、これ多分みんな知らないんじゃないかなと思うんですけど、こっちしか知らない人とこっちしか知らない人と、そうですね、違いますからね。そうですよね。そうなれば、まあ、互換性自体はなるんですけどね、まず一般のユーザー様は1個しか知らないでしょう、まあ、どっちかしか知らないっていう感じですね、いやいや、よくわかりました。ありがとうございます。東京40マイル、これですか。そうですね、だからそこ一点固定でずっと刃が出た状態になってますね。出た状態ですね。で当たると逃げると、逃げる、はい、左右に逃げるっていう、はい、ところですよね。で305は標準仕様が抗体吸盤がついてくるので、ここにスリットが入ってる分中に引っ込む、で刃は両刃になってるんで、ひっくり返る、根元にあるやつもくるっとこう回って、全部が刃になっています。これがだから全部で刃が4つ角があるっていう話ですね。こっちは2箇所しかないです。105は2箇所ですよね。片方は固定だけのために使われてるから、この根元のところがこう刃になってないんですね、こっちは、っていうことですね、はい、でこれが結局どっちがいいかって言ったら、それはもう使うところによるよるっていう、しばち向きなのは抗体吸盤、こっちね、はい、305についてる、はい、に標準でついてくる抗体吸盤はしばち向きだと思います。で雑草地装置って言われるところだと、こっちの標準ブレードの方がスリットが入ってない分、刃が出やすい、刃が固定になる可能性もありますけど、草渋で、それでも刃は出てるので、出てる状態ですよね、そうだからこっちの場合はこのスライドがあれですよね、草の汁とかでうまくいかず引っ込んだままになっちゃって、枯れないってことですよね、枯れない可能性が高くなっちゃいますね。だから草渋が強いところ、もしくはその洋芝で粘り気の多い、種類だったりすると、こっちの標準刃の方が有効だったりする時もあります。なるほど。これはもうお使いのその補助の違いで何を使うかは選んでいただいて使っていただければよろしいのかなと、はい、という違いがあるんですね。実は305と105で、別にこれは互換性ありだから、互換性ありですね、どっちにどの刃つけてもいいと、はい、いうことですよね。大型機種、この上の 430X シリーズも全部同じ刃を使ってるので、あ、全部あれ、全部一緒です。も全部一緒、全部一緒。東京40マイル。